こんにちは、レトスのおノです。4月26日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。昨日、5月から卓研合格する方法の1つ目の動画をお送りさせていただきました。で、今日は2つ目の動画ですね、理由付けについて作成いたしましたので、ぜひご覧ください。 この動画の最後にお知らせいたしますので、ぜひ参考にしていただければと思います。で、昨日の動画についてまだ見てないという方は、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、参考にしてみてください。また、個別指導の募集終了まであと4名です。まだ今からでも今年の合格十分目指せますんで、本気で今年の合格を目指しているっていう方は、一緒に勉強できたら嬉しいです。で、個別指導の概要についても、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。 では本日の3問に入ります。A は B に対する金銭債権を C に譲渡した。債権譲渡について B は C に対して確定日付のない書面で承諾をした場合、C は第三者 D に対して自分が債権者であることを主張できる丸か×かという問題です。えー、問題考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。 で答えはどうかというと、これは×ですね。まあ、確定日付のないというところが誤りになります。債権譲渡について第三者に対抗するためには、債務者の承諾、もしくは譲り渡しに A から債務者への通知、まあ、どちらかですね。で、このどちらについても、確定日付のある証書で行う必要があるんですね。で、今回は確定日付のない証書で承諾をしているわけですよ、債務者は。 なので、この C さんっていうのは第三者 D に対して対抗することができない。なので、誤りになるということです。で、個別書の受講者については、受講者専用のメルマガから再建譲渡の基本的なところを頭に入れていただければと思います。で、今回はちょっと無料のメルマガなので、これ以上ちょっと詳しくは解説できないんですけども、この問題、意外とですね、理解していない方非常に多いので、しっかり理解できるようにしていただければと思います。で、問いにですね、 手付金額の制限についてです。えー、宅券業者 A は、宅地建物取引業者でない B に、A 所有の宅地を1200万円で売却した際、手付金としていくらまで受領できるかという問題ですね。で今回は、あのーまあ、記述式のようになってるんですけれども、まあ、実際、記述式は出ないです。ただ、これぐらいの計算はで,す、ね、できてほしいということで、出題いたしましたで。答えはどうなっているのか。 答えは240万円ですね。ハッシュ規制の一つである、手付金額の制限についての問題なんですけれども、ハッシュ規制なので、売り主が宅建業者、飼い主が宅建業者じゃない場合に適用されるんですね。でその際、売り主業者が飼い主から受け取れる手付金の金額っていうのは、代金の20%、これが限度なんですね。20%を超えて手付金を受領することはできません。 したがって今回、代金って1200万円なので、1200万円の20%は240万円。つまり240万円までは大丈夫ですけれども、例えば241万円とか。であれば、それは宅建業法違反になるということです。では問いです。宅地造成と工事規制区域内において、ゴルフ場施設用地の造成のために、10万平米の土地について、切り土、または盛り土を行う場合。 森戸規制法における宅地造成の許可を有しない。丸かツかという問題です。で、答えは、これ誤りですね。森戸規制法の宅地造成の許可。まあ、これは都道府県知事の許可なんですけれども、これが必要なのは、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において、政令で定める土地の形質変更を行う場合です。 そして森の規制法でいう宅地というのは農地、再送放牧地、森林、道路、公園、河川、その他政令で定める公共施設のように供されている土地以外の土地を言います。で、今回はゴルフ場施設用地ですよね。このゴルフ場施設用地というのは農地、再送放牧地、森林、道路、公園、河川、その他政令で定める公共施設用の土地には該当しません。 つまり、宅地に該当するっていうことですね。これらは宅地に該当しないけども、これ以外は宅地なので、ゴルフ施設用地は宅地です。で、今回の問題は、宅地で、霧土盛り土を行うって書いてあります。ゴルフ施設用地、つまり、宅地で、霧土盛り土を行う。従って、宅地造成の許可は必要なので、誤りということになります。 そして初めにもお伝えをした5月から卓研合格するための方法の2本目の動画理由付けですね、えー、についてはこちらの真ん中の動画参考にしてみてくださいで個別指導については募集終了まで残り4名となっておりますのでお早めにご検討くださいまだ今から勉強始める1から始めるという方であったとしてもちゃんと理解学習ができれば今年の合格十分できますんで 本気で今年の合格を目指している方は、ぜひ一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらご確認ください。今年の合格を目指して一緒に頑張っていきましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスのオノでした。